本日は FOE ジャパン主催原発はグリーン化欧州のエネルギー事情と EU タクソノミーの行方にご参加いただきまして誠にありがとうございます本日司会進行を務めさせていただきます FOE ジャパンの深草と申します皆様もニュース等でご覧になったかもしれませんが欧州で EU でですね EU タクソノミーという 仕組みの中で原発とグリーンをあ原発原発天然ガスガスをですね EU タックソノミーという投資を促進するシステムに含めるか含めないかということが議論をされています。このこの案に関しては環境 NGO のみならず専門家や投資家からも疑問の声が挙げられています。 このグリーン投資を促進するための EU タクソノミーに原発とガスを含めるというですね欧州委員会の案については7月の初旬に欧州議会の本会議にかけられますがここで過半数の議員が反対を支持すればその案は却下されるということになりますこの EU タクソノミーをめぐる議論の背景には何があるのか。 また、ロシアによるウクライナ侵攻後、欧州のエネルギーをめぐる議論というのはどのように変化があったのか、それぞれ専門家の方を招きして、今日はプレゼンテーションをいただきたいと思います。はい、で今日はあの一部で6時半、日本時間18時半までとご案内しておりましたが、少し内容の変更もありまして、18時45分までの開催とさせていただきたいと思います。 はい、で本日の詳しい流れですけれども、イントロダクションとして FOE ジャパンの水田カンナから、えー、EU タクソノミーについて、えー、基本的なところをお話しさせていただきます。そして次にですね、えー、ヤン・ワローデさんという、えー、FOE ドイツで、えー、原子力政策キャンペーンをされている、えー、ヤン・ワローデさんに、えーえー、EU タクソノミーとドイツのエネルギー事情をお話しいただきます。 その次に、ベルギー在住のライター、ジャーナリストでいらっしゃいます栗田美智子さんにですね EU 市民としての目線からということでお話しいただきます。 で最後に自然エネルギー財団の大林美香さんよりエネルギー安全保障で求められるエネルギーシフトの意味ということでお話をいただいて最後に質疑応答の時間としたいと思います。質疑応答は画面の下にあります QA というところで,です、ね、質問をお書き込みいただくことができますのでそちらに書き込んでいただければと思います。FOI、e、Japan は1980年に設立された日本の環境 NGO でして 原発だけでなく気候変動、森林の問題、さまざまな環境問題に関わっております。FOE Japan はフレンズオブジーインターナショナルという国際的な環境団体のネットワークに加盟をしておりまして、本日お話しいただくヤンマローデさんの FOE ドイツ BUND のですね、f o e インターナショナルのメンバーということになります。ではここ からですね本題の方に入っていきたいと思いますまず FOE ジャパンの三田環奈より EU タクソノミーについて簡単に説明させていただきます三田さんお願いしますはい皆さんこんにちは FOE ジャパンの三田ですはい画面を共有させていただきますはい私の方からはですね イントロダクションということで EU タクソノミーとは何かというお話をさせていただきたいと思います。EU タクソノミーはです、ね、あの環境的に持続可能な投資を促進するため6つの環境分野に関する活動を分類して、えー、とまあ持続可能投資というものがいろいろなされているわけなんですがグリーンウォッシュを防止するということを1つの目的にしています。 その6つの分野というのが気候変動の緩和、気候変動の適応、水と海洋資源の持続可能な利用と保全、循環型経済への移行、環境汚染の防止と抑制、生物多様性と生態系の保全と回復ということになっています。でただです、ね、この6つの分野のどれかを促進するものというふうに定義づけられているわけなんですが。 えーといずれの目標に対しても著しい害を及,ばさ及ぼさないということも条件になっているんですね。DNSH というふうに呼ばれています。でそれからですねビジネスと人権に関する指導原則など最低限のセーフガードを満たしていることということも条件になっています。 でえー、とこれに関してあの EU のサ,サステナブルファイナンスに関する技術専門家グループ TEG と訳されているグループがあるんですが、えー、そこが技術的スクリーニング基準というものを策定してそれを満たしていることというのも条件になっていますでところがです、ね、あの今までの経緯を振り返りますとこの技術専門家グループ TEG というのはですね 原発はこのさっきの著しい害を及ぼさないという DNSH 基準に適合しないというふうにあの欧州委員会には勧告していましたで。にもかかわらず欧州委員会は2020年7月の段階でジョイントリサーチセンターというところにあの原子力のこの DNSH について評価をしてくれというふうにまあ委託しまして。 でこの JRC が2021年4月に原発は DNSH 基準に適合するという評価報告書を出したということです。で2021年に EU タクソノミがひとまず発行したんですが、この中には原発とガスは含,含まれていませんでした。でところが2021年末にです、ねえー、欧州委員会が EU タクソノミに原発ガスを含めることが リーク記事によって明らかになりました。年末ですよね。で、今年の1月1日に欧州委員会が、この原発、ガス、ガスの技術的基準を含めた補完的委員会委任規則案というものを発表しました。で、えー、とその頃結構、あの私たちもええー、という感じで大騒ぎになっていたわけなんですが。 あのいろんな異論が出てきましたで中でも1月6日にアメリカ、ドイツ、フランス、イギリスの元原子力規制委員会委員長とか原子力安全委員会の委員長たちが連名で、えー、原子力は気候変動と戦うための現実的な手段ではないという声明を発表しました。 1>, でえー、と1月11日には私ども FOEJAPAN などを日本の市民団体261の団体が、えー、原発というのはウランの採掘から運転、廃炉に至るまで、えー、環境中に放射性物質を出し続けて、えー、持続可能性や環境保全とは真逆のものであるという、まあ、所感を欧州委員会ですとか、えー、にお送りしました。で 同じく1月21日にですね、やはりその、この EU タクソノミーの諮問機関の一つ、二つあるんですが、その一つである持続可能な金融に関するプラットフォームというところが、えー、と非常にこう否定的なあの原発は持続可能な経済活動として認知することができないというようなあの報告を発表しました。で、えー、と日本からもですね、 小泉元首相ら首相経験者5人が連名で EU に書簡を送りました。でまあそういうことでかなり異論があったんですがそれにもかかわらず2月2日ですね欧州委員会は正式に原発ガスというものの技術的基準を含めたその EU タクソノミの補完的委員会委任規則というんですがそれを採択しました。 で手続き的には、欧州議会と EU 理事会が一定期間内にその異議申し立てをすることができると、それをしなければ発行するということです。でところがです、ねあのまあ、欧州委員会、これはあの、まあ、あの執行機関なんですが、欧州議会というのが日本でいう国会にあたるわけなんですが、この欧州議会の えー、元にある環境委員会と経済金融委員会の合同委員会で、えー、今年の6月14日、先月ですね、この欧州委員会の提案に対する反対決議というものを採択しました。で、えー、7月の初めに欧州議会の本会議で、えー、採択する、採択に。 されるということなんですがこの反対決議は本会議でも採択すると、この、えー、と欧州委員会の提案というのはなしになる。でも採択されなければ、この欧州委員会の提案が通るということになります。はい、でここら辺については、後ほどあのバローデさんの方から詳しくお話しいただくと思うんですがあの、疑問の声がたくさん上がっています。でもちろんその環境 NGO とか からも批判の声が上がっているんですが、投資家グループからもその疑問の声が上がっているんですねで。気候変動に関する基幹投資家グループ、IIGCC というところは、まあ、特にガスに関して投資家を混乱させるというふうに言っています。でまた、オランダの年金連合会というところが、まあ、その グリーンウォッシュという言葉を使って、えー、タクソノミーはグリーンウォッシュの道具ではないという強い言葉で批判しています。でまた欧州の社会的責任投資フォーラムというところがあるんですが、えー、そこがそのガスと原発を含めるということはタクソノミーの信頼性と有用性に悪影響を与えるだろうというふうに批判しているわけですね。で,ですからあの今後の本会議でどうなるかということが注目されます。 はい私からは以上ですありがとうございましたはいミスタさんありがとうございましたでは、えーえー、FOE ドイツで、えー、原子力政策キャンペーンナーでいらっしゃるヤン・ワローデさんに EU タクソノミーとドイツのエネルギー事情ということでお話しいただきますヤンさんよろしくお願いします 皆様、このような機会を与えていただき、ありがとうございました。本当に光栄に思っております。皆様のイベントに参加できることを本当にうれしく思っています。EU のタクソノミ、そしてまたエネルギー政策について私から説明をさせていただきます。私は先ほどもご紹介がありましたように、FOE ドイツで仕事をしておりまして、私はベルリンで仕事をしております。私は原子力政策のキャンペーナーをしております。 原子力ををドイツでなくすすとといいうこににつてて仕事を主にしております私のプレゼンテーションは大きく2つに分かれております。1つは EU タクソノミーについて、そして2つ目の部分がドイツのエネルギー政策についてです。次のスライドお願いします。こちらが最初のスライドです。最初の部分が 原子力とガスがグリーンウォッシングに使われてしまうということで、今回タクソノミに加えられてしまうのではないかという現状についてです。そして、この EU タクソノミ自体、この分類法自体についての背景というものも説明したいと思います。さ、私は結論をまず最初に申したいと思います。この EU タクソノミの変更というのは、最大のグリーンウォッシングになり得る非常に、 危険な状況であるというこ,とですこれが実際にここまで進むことを阻止できるべきだったのですがこのような状況になってしまっています。 ままず出発点を説明したいいと思いますこちらにつきましては、こちら、まず気候の保護的な欧州経済への移行を促す投資を行うということが非常に大きな命題になっております。これはもちろん、世界について経済を変容し、そしてまた投資を変容するということが大きなことの目的なのですが、実際にその資金を持続可能な投資に向かうることが大切であります。 これが今回の EU のタクソノミーの非常に重要な根本的な理由です。非常に,非常に大きな金額、3500億ユーロともの金額が実際に動くことになっておりまして、多くの投資家がグリーンボンドや グリーンな製品に対してて投資ををしししよううといいううに努力をしていますしかしながら、ここに伝えして非常に大きな問題が発生しております。これはさまざまなことがグリーンにするために、このエコラベルジャングルというものが送ってしまっています。自分が実際に行動を取った場合、そして EU タクソノミーを実際に導入をする際には、これは科学に基づいた経済活動の分類という形で出発をいたしました。そして このような科学的な根拠に基づいたことをすることによって、グリーンウォッシングを阻止することができるというのが目的でした。次のスライドをお願いします このタクソノミーの基本的な考え方は何なのでしょうか、そしてどういったところが持続可能なのでしょうか。EU の環境目標を推進するということが最も重要な部分でして、そしてまた同時に、do not significantly harm 著しく損害を与えてはならないという原則が大切です。例えば、環境保護に貢献するとしても、 例えばサーキュラーエコノミーを大きくに対して、例えば今回の原子力につきましては、原子力のゴミというものが、この著しい損害を与えることになるというのが今回の考え方です。例えば、労働人口の保護、そしてまた、ウランの採掘などというのは、土地を守る。 土地の環境を守るということに対しても、これは損害を与えることになります。2018年以前につきましても、そうなのですが、実際に2020年の枠組みが実際に施行されまして、しかし、施行されましたが、この時で何が起こらなかったのかということは、ここについての技術的な基準というものが実際に発行されたのですが。 これが実際に今度はさまざまな法によって守られなければならないというような作業がまだ残っていました。次のスライドをお願いいたします。原子力と天然ガスに対する議論ですが、この2つのエネルギーの源というのはすでに 原子力について EU の技術的な専門家のグループは原子力は著しく損害を与えないの原則に抵触するということが分かりました、発表しました。そしてまた天然ガスを含める場合にには非常に さまざまなロビー活動や、そしてまたさまざまな参加国につきまして、加えるべきだという強い反発もあり、新しいレポートが発行されました。こちらの JRC という団体は、ドイツにつきましてもさまざまな原子力を推進している機関ですが、私たちの問題というのは、 最終的なその核のゴミについて保管する最終処理の方法が決まっていないというところが大きな問題としてグリーンではないというような問題もあるのですが実際にドイツとフランスの間にさまざまな裏の取引のようなものがありこのような駆け引きがあったことによりましてフランスの原子力を推進するという大きな力が働いてしまいそしてドイツ は天然ガスについて私たちはこれからも使い続けたいのでというような取引があったためにこの両方を推進するという形で話が進んでしまっています次のスライドお願いいたしますこちらがヨーロッパの状況を少しシンプルな形でまとめてみたいと思います一つは原子力を推進する力 そしてそれに反対する力がどのように分布しているのかというものです。このように見ますと、フランスとドイツというのは非常に大きく反対し合っている状況であり、フランスは特に自分たちの古くなってしまった原子力についての設備に対しての投資を必要としています。そしてドイツは逆に 1000万ユーロもの実際のこの原子力発電所についての投資をフランスは必要としています。フランスがこのような資金を必要としています。そしてまた今のところ大きな負債も抱えていますので新しい資金を調達する方法というものを考えています。フランスは電気量を上げないために電気量の上昇率を止めているところもあり。 このような対策を急速に必要と考えていますドイツは今度逆にガスをブリッジ技術ということで実際に石炭をなくすために一時的に天然ガスに依存するという形の政策をとっていますそのためにタクソノミの中にガスを入れてもらいたいという強い要望がドイツにありましたそれに対して 石炭をなくすことをタクソノミの中心に持ってきたいという考え方から代わりに代替としてガスはグリーンではないかというような考え方が進んでいるわけです。ドイツの政府というのは今非常に2つに大きく分かれている状態で意見が分かれています。この 実際にドイツは EU のサミットの時に反対意見を提出する予定だったのですが、それをしないという形を取り、実際に裏でその掛け引きをしてガスもそれから原子力もというような形で話が進んでしまっています。それでは次のスライドお願いします。y、yeah, e no, no problem at all. I'm so sorry. I, it's it's totally okay. So, um. それでは、このタクソノミーの保管委任法令というものには何が含まれているのでしょうか。この細かなところについては、今回のプレゼンテーションの中ではカバーいたしませんが、いくつかの重要なポイントについて説明をしたいと思います。新規の原子力発電所、そしてまた老朽化した原子力発電所の延長についての投資を行うということが今回、含まれています。 そして2045年までの認可をが含まれておりまして、そして小規模の発電も含まれています。そしてこの原子力発電というものをグリーンにするためのさまざまな条件というものも課せられています。つまり放射性廃棄物の 保管、そして処分場、2050年までに放射性廃棄物の処分場を設定しなければいけないなどの状況もありますが、このようなことが実際に起こらなかった場合、それについて処罰をする方法があるのか、私たちは実際に私たちは これから原子力に対して投資をするけれど、2050年までにはそれが完全に処分できる方法があるのだということは保証できるのでしょうか、それがもし起こらなかった場合、すでに私たちの投資はすでにされてしまっている状態で、それが回収できない状態になってしまいます、取り返すことはできません。ガスの火力発電につきましても、さまざまな条件を緩和するという形で、今回、 法令が提案されていますこの FOE としましては、原子力というのは持続可能なエネルギー源ということはありえず、そしてまた、廃棄物についての処分は最終的にできないという考え方を持っています <laughs> 次お願いします。 先ほども言いましたが原子力というのは持続可能ではなく環境保護にもならないですとても素敵な動画を先ほどありました重要な点が全て網羅されていまして私が用途を持っていたものもたくさん入っておりました特にタクソノミーに関しては各廃棄物の問題というのが著しく損害を与えない原則に反しているという 現時点では核廃棄物の保管場所は世界のどこにもない、そして多くの世代がこの危険なものと共に生きていかなければならないという状態があります。そのため、この部分、この1点だけでも持続可能ではないということが言えると思います。そして先ほどもありましたが、 原子炉の事故というのもとても危険性が高いと思います。これも原子力に投資しない大きな理由です。次のスライドお願いします。So, um, 現在のどのような議論がされているかといいますと、ドイツ政府というのは原子力が含まれるタクソのみには明らかに反対していますが、 もともとそのアイディアをガスを橋渡しの時期移行時期のために使うためには支援をするという部分がありましたただしガスの条件をたくさん入れていました欧州委員会が今年の2月にタクソノミの 法,委任法を採択し、欧州議会と EU 理事会に委任しました。この欧州委員会が、えのえ法に関して CDA は反対決議を行いました。7月6日に議会で採決されます。 多くの EU の議会議員がさまざまな理由において、えー、草案を批判しています。サステナビリティの観点、そして、えー、原発とガスがグリーンではないという理由、そしてとても、えー、異論があるようなこの内容を。 これに含むのは民主主義に反しているというような理由、論点もあります。現時点では約100票がたくさんの身を否決するための100票がまだ不足しています。7月6日に何が起きるかとても注目をしております。もし。 のみが発行されてしまった場合オーストリアとルクセンブルグからが訴訟するというふうに言っています。FOE ドイツもドイツ政府に同じようにすることをお勧めしています。次お願いします。 このタクソノミーがもたらす影響というのは本当にたくさんあります。直接的な影響、例えば経済活動がいろいろとグリーンというふうになってしまい、タクソノミーに遵守するということになってしまいますので、持続可能な金融商品というのが天然ガスや 原子力エネルギーを使っていても,も、えー、そのように言えるようになってしまいます。そして多くの団体はこのタクソノミーに対して、えー、に遵守した状態で、えー、自社の商品を、えー活動えー、カテゴリーさせたいということでここにも大きく影響します。 そして他の国、EU 以外の国にもこの影響が及ぶ可能性があります。同じようなタクソノミを選ばれる可能性があります。そして、これも話されましたが、EU の資金、公的資金が原発に流れてしまう可能性があります。そして、 原子力事業の実現可能性が高まってしまいます。現在は原子力事業というのは国の支援がないとできません。民間企業だけではできませんが、これがより実現可能になってしまいます。そして 本当に持続可能な経済活動への投資が減ってしまう可能性もあります。例えば再生可能エネルギーへの投資。私はいくつかのドイツの新聞から発言があったので、それを入れてみました。5000億のユーロが原発などに投資される可能性がある。 という部分をがありました。次、お願いします。そして、金融業界からの反応の発言をいくつか入れてみました。先ほども,もう触れていた部分ですが、ブラックロック投資戦略チーフやの発言をこの 日売団体、環境保護の活動の中で使うとは思いませんでしたが、金融業界やさまざまな団体が原子力やガスに投資しないというふうに言っています。ブラックロックの投資戦略家も同じことを言っています。そして、年金基金などもガスに ガスや原子力に投資したくないという考えのところが多く国際気候変動投資グループもガスと原子力に投資したくないというふうに言っています。産業によると再生可能エネルギー分野の企業の多くはこれは本当に 良くないいいことという不満の声を上げています投資の流れが間違った方向に行ってしまうというところを懸念しています。原子力産業、特にフランスやロシアなどはとてもこれが選ばれた際には利益を得る人々になってしまいます。ロシアの ガス産業というのも40億ユーロを追加で投資されるという状況があります次のサイズお願いします市民社会の反応に関してですが反対運動の写真を入れてみましたヨーロッパの各地で行われている抗議活動です 2020年前には反対の人はそんなに多くありませんでしたが原子力とガスがタクソノミーに含まれる可能性が出てきた時には多くの人が反対の声を上げドイツでは34万人の人が FOE ドイツの署名に参加賛同していただきまして。 ヨーロッパのさまざまな国、そして世界の各地から反対がありました。皆さんの反対署名などもとあの見ましたが、7月5日にハスブルグで採択になる前に反対活動を行う予定です。次、お願いします。So, 最後に、えー、まとめの部分になりますがこの2つの図をここに入れておりますが市民と投資家の考え方原子力に関する投資の部分ですが82%の市民が原子力を含む金融商品は持続可能ではないというふうに考えています。そして投資家の 90%近く大企業などにインタビューを行いまして、このデータがありますが、これだけの人が持続可能ではないというふうに言っています。そのため、市場でもノーという声が多く、世論の中でもノーということがありますが、たくさんのメインに入ろうとしています。次、お願いします。 次の部分ではドイツのエネルギー政策に関して説明していきたいと思います。今のどうなっているか。今年の12月で原子力というのはすべて廃止になります。今の予定はそうなっていますがロシアのウクライナ侵略によって。 この、えー、既存の原子炉の延命措置も議論され始めています。次のスライドお願いします。最も最新の情報でありますが、ヨーロッパでは非常にびっくりしています。ロシアがウクライナの軍事 侵攻してたくさんの方が亡くなりました。そしてこれは原子力産業、原子力発電所にも影響があります。ウクライナの仲間ともこういった話をしています。戦争というのは原発を影響します。直接的な戦闘攻撃や軍事活動だけではなく、非標的射撃、 などの可能性もありますチェルノブイルではその作業員というのは3週間ほど休憩がなく交代なく働く状況にありましたこういった、えー、労働過剰により、えー、ミスが起きてしまったりまた、えー、事故が起きてしまう可能性があります そして原子炉に頼る際にはこの緊,急緊急事態が起きた際に停電などがあった場合にはディーゼルをこの原子力発電所に持っていきそれを使えるようにしないといけないのですがそれはとても危険な状況であるため私たちはとても懸念しております。 原発というのは、戦争に耐えられるようなもののためには設計されていないということが言いたいと思います。次お願いします。このような危険があることを考えますと、今現在、ドイツにおいては3基の原子力発電所がまだ稼働していまして、今年の12月までの稼働予定です。この赤い、 地図上に示されているところですそれに加えて稼働している組織説としましてはこの2022年の12月を超えてもまだ稼働し続けるのがこの研究炉そしてまたウラン濃縮プラントそして燃料工場については制限なしで稼働し続けますこのようにさまざまなドイツからの核燃料というものが世界の 原子炉を稼働させ続けることに加担してしまっています。そして実際に原子力発電所の処分、解体というものにつきましても問題がありますし、核のゴミについても問題が残っています。次のスライド、お願いします。ドイツの電源の構成です。 こちらの左側を見てください。47%が再生可能エネルギーです。6%が原子力です。しかしまだ化石燃料に多く頼っています。今度右側を見ていただきますと、この過去30年間、そして、 特にこの過去10年間につきまして、大きく再生可能エネルギーというものがこの10年間で倍以上になっているということが分かります。ですので、もちろん良い方向にさまざまなことが動いてはいるのですが、しかしながらすべてが本当にバラ色なのかというと、そうではありません。その理由について、次のスライドで説明いたします。その理由というのは、実際の一次エネルギーの消費というところです。 これは例えば、工場についての原や、そしてから熱の発を出す場合、暖房、このようなすべてを足しますと、私たちのエネルギーの32%というのが天然ガスであり、そしてまた再生可能エネルギーが18%という比率になってしまいます。これが大きな問題です。なぜならば天然ガスというのは、その電気を作るだけではなく、 天然ガスというのは暖房にも使われていますし、そしてドイツの50%の家庭というのは暖房に天然ガスを使っています。また実際に工場において工業的なプロセスにも天然ガスが使われています。このような理由からドイツの経済というのは天然ガスに多く頼っています、そしてその消費が大きな部分です次のスライドお願いします。 そして私たちの天然ガス、ドイツの天然ガスというのはロシアから入輸入されています。55%がロシアの天然ガスです。これがもっと大きい可能性もあったわけです。なぜなぜらば2つの新しいパイイプラインが生産 作られる予定だったからですしかし2020年にこれがの計画がなくなりましたので現在55%という状況ですこれは実際に暖房そしてまた工業で使われている天然ガスというものに大きく依存していますこのような理由からドイツの原子力という考え方のがまた再燃してしまっているのです次のスライドお願いします 実際にドイツ語が読める方はこちらで見ていただけると思いますけれど、これがいくつかの新聞記事を載せています。もちろん読めない方が多いと思いますので、私の方から少しまとめていきたいと思います。これはどういったことが書かれているかといいますと、このような政治的な状態がどうであるのかということをこちらにまとめています。方や政府の考え方、在り方というものが1つあります。 2021年から新しい政府が始まりまして、こちらがグリーンパーティー、そしてリベラルが政党として立っている政権が,ありが始まりました。そして環境、そしてまたエネルギーのトップがこちらの政党から来ているために、この原子力を維持することはない、延命することはないというふうに彼らは説明しています。そしてまた同時に 企業そしてまた環境団体というものはあるもん団体は延命を許すべきではないというふうに考えています。とはいうものの今度その方やその保守的な考え方の側としましては少なくとも3年か5年は延命しなければいけないという意見を持っている人たちもいます。この政府の中の保守的な 人たちだけではなく民主党のリベラルの人たちについてもこちらの意見に賛同する人がいますこの民意も変化していまして市民の考え方もやはり原子力はもう少し維持しなければいけないのではないだろうかという考え方が増えてきています原子力に反対していたという世論が今変わってきているという状況です 私たち FOE としましては、どのようなことが起こるのかということを非常に気をつけて密、えー、注力注視しているのではありますが、フェーズアウトが予定通り進むのではないかという期待も持っています。次のスライドお願いします。それではドイツがどのようなエネルギー政策を行うのか行っているのかというところですが。 こちらがいくつかのの重要なポイントのまとめです1つは、カタールからの天然ガスの輸入を拡大するという考え方です。そして新しい14もの LNG のターミナルを増設するということを考えています。また、今、廃炉となっている石炭火力発電所をバックアップとして利用することも考えています。 そして天然ガスは電力発電ではなくて、熱利用の方を中心に使うという考え方も進んでいます。もちろん、省エネについての話し合いはあるものの、私たち FOE が考えるに、私たちはそれだけではなく、再生可能エネルギーをさらに進めなければいけない、そしてまた省エネをもっと即推進しなければいけないというふうに強く考えています。次のスライドお願いします。 なぜ私たちは原子力というものに対して反対をし続けているのか。EU で使われている20%の,ものウランがロシアから来ています。そしてもう1つ、も20%がカザフスタンから来ています。私たちは原子力では暖房の問題を解決することもできない。これもやはり問題だと考えています。なぜなぜらば私たちは 今現在電力を輸出ででできるるるだけ余裕がああという状態であるからですこのような状況を考えますと、電力を発電するための原子力というものは必要なく、そしてまた、ここで働く人員も足りない、そしてまたスペアパーツも足りない。 安全性のテストも行われていないここ3年間は原子炉が廃炉になる予定ということで廃止になる予定で稼働してきたためにここからさらに予定を延ばしてしまうということについてはその準備が全くできていない状態で利用を続けなければいけない状況がある危険な状態ですまたこの稼働期間を延命するということにつきましては私たちはこれは持続可能な状況ではないというふうに考えています私たちの将来を助けるものではありませんドイツにおいて この核廃棄物を処分する場所、この原子力というものというのは、必ずその核のゴミというものと直結しています。ですので、このように延命をするということになりますと、それではさらにこれらを処分する場所はどこなのかということを考えなければいけないという問題もさらに起こってしまいいいままますすそれででは最後のスライドをお願いししこちらととめをしたいと思います。 私たちの考え方としましては EU のタクソノミーというものはえ何かを禁止するというものではなくて私持続可能な経済活動について定義をするものであり私たち FOE としましてはタクソノミーが必要であるというふうに強く考えていますがそれに原子力とガスを加えてはいけないというふうにも考えていますこれは矛盾しているという考え方です実際に私たちはこの原子力とガスからこう なくすことができる化石燃料からと原子力から離れることができるそのためには私たち,たちは再生可能エネルギーに力を入れなければいけませんこのようなグリーンウォッシングを阻止するために私たちができることというのはこの原子力とガスというものが加えられてしまうというようなことがあればこれは科学的に実際に そうではないというふうに強く意見が出てきているものに対して加えてしまうという大きな過ちを起こしてしまうことがあります。つまり EU のタクソノミーというこのブランディングそのラベルというものの価値観が大幅に減少してしまいます。私たちが本来タクソノミーが市場においての基準になるということを期待していたのですがそうではなくなってしまうのです。しかし私たちの決定はまだ下されていません。私たちはまだ この7月の6日の採決の時に反対されることをまだ強く期待しています議会においてこれが反対されることを強く期待していますドイツにおいてこのエネルギーの移行ということにつきましてはまだまだ目的の最終点に到達するためには非常に長い道のりがあるということも皆様にお伝えしました私たちの再生可能エネルギー50%という電気についての良い 方向性についてもご説明しましたがしかし様々なエネルギーを足し合わせるとまだまだ化石燃料に強く頼っているということも明確でしたそして原子力につきましても今非常に危険な方向に世論が動きつつあるというような状況も皆様にご説明いたしました私たちの団体としましては原子力そしてまたガスについてはこのような 発電所を維持する延命するということについて力そして資金を投じることは大変危険だというふうに考え強く反対していますそして何かご質問がありましたら質疑応答のところでお答えしたいと思いますご清聴ありがとうございましたはい、ヤンさんありがとうございました 質問がすでに Q&A に来ているのですが、えー、後ほど質疑応答の時間に、えー、お答えできればと思います。では、あの次に進めさせていただいて、えー、次に、えー、ベルギー在住ライター、ジャーナリストでいらっしゃいます、栗田道子さんに、えー、EU 市民としての目線ということでお話しいただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかあのとても皆さん、すごくせあの専門に見ていらっしゃる方の中でおこがましいんですけど、本当にあの、 EU に住んでるものの立場としてあの日本人として、まあ、どういうふうに思ったかとかその辺の話をそれからその、まあ、多分皆さんがどのぐらい EU のことをご存知かわからないので、まあ、ちょっとその辺にもう少しあの、えー、と柔らかく落として話をしたいなと思っているんですがもしかして当然知っている方がいたらごめんなさいという感じですではちょっと私の方でも画面の共有をしてみたいと思います これででってるでしょうかはい大丈夫ですはいえっ、ー、とあのここになんかごちゃごちゃっと写真を写っておいたんですけど私が住んでいるベルギーという国は今ヤンさんがあの話してくださったドイツとそれから、えー、原発 依存度のとても高いフランスという国のちょうど挟まれた間にある小さな国で、小さな国ですが、実はここに EU の主要機関と言われている、先ほどから何度も話が出ている委員会、欧州委員会というのと、それから欧州理事会何しはえそうですね欧州連合理事会。 というのとそれからその下にある、えー、欧州議会のこの、えー、主要な部分があるので、たびたび EU の首都とか、えー、本部とかそういう言われ方をする国ですの、えー、ブリッセルです。一番右側の上にあるのが議員会です。ここが行政府で、えー、ここから、えー、こういう立法をしたい,もしたいんだっていう、えー、立法の、えー 案が出,出されて、この真ん中にあるあの卵みたいなやつが欧州連合理事会、まあ、各国27カ国の、えー、と担当大臣、まあ、今回のことでいうと、例えば、えー、金融,金融、うん、と投資、えー、担当大臣とか、あるいは環境大臣とかが出てきて話をして、議論する。そそれからのの下にあるのが、えーと 欧州議会ですので、議会の議会堂も現在、あのブリュッセルにも大きいのがありまして、ここで今、審議をしている。で、EU の法律というのはすべてあの委員会の方からこういうあの法律を作りたいよというと、2つの今言っていた理事,会理事会、欧州連合理事会と議会で審議されて、ダメなときは突っ返されたい。それに 改定が何度も何度も加わってそれでも否決されるないしは、えー、OK されるという形で決まるので両方の欧州連合理事会とそれから、えー、と欧州議会というのが立法府。 で両方で立法すするのだという,ふうになってますただし、質ごとだけ加えると、今度、採決が行われといるのは本会議になるので、本会議はそもそも欧州議会が存在したストラスブール、つまりフランスで採決になります。はい、で私はこの EU タクソモノミの話を全く EU にいる日本人として実は知りませんでした。でただしあの、いろんなところから原発が含まれる。 えー、それからあのガス火力が含まれると言われたときに、えっ、そんなはずはない、い,いよ,いいよお前もその本気かと思ったんですね。というのは、やはり日本出身として日本がもう日和まくっているというのは非常によく分かっているので、あそこまで原発経験のある、それか原爆経験、原発経験のある日本はそんな風に日和ってしまって、原発に。 言っっってててていいいるうことを知っていてただ、e、EU だけは違うと、もっともっとあの再エネにあの世界のリードを取ってるんだっていうふうに、とても誇らしく思っていたので、お前もかと、非常にショックを受けたわけです。で、多分、ヤンさんのお話なんか、本当によく整理されていたんですけど、EU っていうのは、今、EU の,、e、の今言った委員会という、欧州委員会というところの一番トップ。 の方はドイツ人で,で、えー、2019年の末から彼女の政権になったというような、まあまあ、感じに理解していただければいいんですが、最初に必ずその政権の期間の基本戦略というのを出します。でこれがその今回の場合はあのフ,ォンダーフォンデアライエンさんという方なんですが、欧州グリーンディールという言葉を聞いたことがあると思うんですが、欧州グリーンディールだぞという名前がついた。 これをするぞと言ったところに2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするとか2030年までに90年比で55%減にするとか、まあ、こういったことを言っただけで、まあ、こうなんか突然神がかってピーとか言うんじゃなくて欧州の場合は非常にそれにものすごく綿密な積み上げがあって地が集積していて そしてそれが作られていて、それでロードマップがあって、もう各論もつ、もうそれぞれの産業とかそれぞれの部門についての戦略がそれぞれ別々に出ていて、非常にちゃんとしたもので、私は非常に敬意を払っていたんですね、今まで。で、まあ、それ以外にも、例えばその人間的だとか、持続可能な発展だとかっていう言葉が非常にもう80年代以降も非常に。 聞かれてきたしあの欧州の価値っていうのが、まあ、自由とか民主主義とか平和とか法の支配とかっていうわけですけどそういう意味でも例えばあ,の、まあ後でも出てくるかもしれないですけどその環境に関することは特にもう基本条約の中に絶対にその予防原則というプレコーショナリ・プリンシパルっていうんですけど予防原則というのがあってもう取り返しがつかなくなることは絶対に踏み込まないんだっていうもうそれが基本条約というもう まあ、憲法みたいなものに書き込まれていて、だからまあ絶対安心だと私はそれぞれ思ってきてたんですね。で、さらにまあ環境関係のことでは絶対にリーダーシップをとっていくんだという強い自負がある地域なので、まあ、これがさっきヤンさんがおっしゃっていた、そのこんなことが、えー、とガスと、まあ、あの原発が、えー、投資奨励で持続可能な方向にお墨付きを与えちゃうなんていうことがあると、 他の国、他の地域にも、ほら、だっていいよだってやってるんだから、つまり日本も、だっていいよだっていいって言ってるんだから、というふうになってしまうという危機感がものすごくありました。で、これに沿って、一生懸命ガンガン行くぞ行くぞってやってたのに、コロナ禍が来て、ううちょっと待てよと。で、その時にグリーンリカバリーという言葉を編み出して、いや、違うんだ、このピンチをチャンスにするんだっていうことで、一生懸命まだ頑張ってくれていた。 私にとっては、もうこ,れこのまま EU は少なくとも EU だけは頑張ってくれないと困ると思ってたんですね。でまあ、例えば、そういうグリーンディールの中には、例えば再エネの中でも化石年齢は終焉するんだってきちんと歌ってたはずなんですよ。でまあ、そんなことがありながら、どうしてここでひよってしまったのかというのが私にとって非常にショックでした。で、まああの 本当に EU 市民として黙っていられないなっていうふうに思ったのも1月なんですね、そのタイムラインを見ていただいたら分かるんですが、EU タクソのみ自体はこっちだぞ、みんなお金はこっちに行くんだぞ、もう投資家もこっちだぞというのがもう本当にできていて、ちょっと安心して座っていたのに、なんか突然出てきたという感じで、まあ、なんでガスと原発入れちゃおうね、まあ、そのなんか非常に難しい委任なんとか保管。 法令とかって言ってるけれど要するにこれ加えましょうっていうのが突然リークで出てきたわけですよね去年の暮れまあえー、っとコロナ禍で結構経済ズタズタって言ってる間ですでその時にやっぱり私としてはもう議論のまでもなくやっぱりその広島だ長崎だ第五福までだってまああのもう嫌っていうほど私たち 知ってるはずの日本人としてここで黙っているわけにはいかないんじゃないか特にその日本の FOE の方たちが立ち上がって EU のことなのに言ってくれてるっていうのはもちろんその影響があるからだっていう認識が非常に強く持ってくださってるからで。 EU にいる日本人として何もしない、な何してんの私というのが、まあ、ちょっと非常にありました。で、やっぱりあのどこかの日本の首相が私は長崎府出身で,で、枕言葉のように言うけれど、私は EU に住んでいる日本人として。 広島、長崎、福島を知っているとかっていうのが枕言葉になってはいけないという意識が非常に強かったです。で、特にその原発に関しては環境的にどうかという以前に私は人権社会正義の問題である、それから、あの、Do no harm principle とか、precautionary principle というものこそが EU のケースだったんじゃないかと、もう本当に、あの、ヘゾンエートルだったと思っているので、 それに対してどうしてこんなことをするんだという非常に強い怒りと、えー、焦りがありました。それでただそのやっぱりヤンさんがさっきおっしゃっていたように一番最後にのところに書いてるんですけどそのロビーングが強いというのは日本だけの問題ではなくて日本の前はあのなんか大臣室でゲンナマのキャッシュを <laughs> 机の下で渡してしまうとか、封筒に渡してしまうとか、そういうロビングがあるようですが、まあ、ちょっと EU の場合はですね、やっぱりもっとそういうんじゃなくて、かなり高度な、えー、地を集積したように見せるようなロビングが非常に強いということも事実です。ね例えばロビングって言ったときに、ブルッセルはこの実感としてですけど、ブルッセルは そういうわけで、法律ができたり、法律、うんか、草案ができたり、法律に異議申し立てのできる議員と、それから官僚が集積していますので、ここにロビーング団体がもう数千あると言われてるんですね。それは環境 NGO も含め、それから業界側からの団体、日本でもあの、例えば日本自動車連盟の出先とか、日本なんとか連盟の出先とかもすべてありますし、 っと、U.N. の各機関の出先とかもありますし、そういう人たちがブリュッセンにものすごいその一,一つの産業を築いているほどいますで。この人たちの力がものすごく強いんだということは分かります。それで私は何ができるかなと、一市民としてと思ったときにあの、欧州議会に対してその反対請願というのができるということを思い出しました。でこれは EU の、e、の、えー、と民主主義の 一つの制度として選挙をするっていうだけっていうのがまあ普通そう思われると思うんですけど選挙で今欧州議会の議員を選びますそれ以外にまあそれが機能してないじゃないか機能不全じゃないかっていう方法があの議論ももちろんあるわけですけどあの欧州さっきちょっと,えっとヤンさんがおっしゃってくださってたことの補完ですがと欧州委員会が こういうふうに追加するよ、したいよ、まあ、それを法案にするよといったときに、各国27カ国のそれぞれの国の,あの議会に対して異議申し立てをするチャンスを与えてくれるんですね。だから、あのボリス・ジョンソン氏は全部 EU が勝手に決めてしまうとか言ったけど、いや、少なくとも欧州議会議員を選ぶ権利はあり、さらにそれぞれの国の議会に対しても、 ちゃんと今度こういうのを出すけどあ,あなたいいかしらと聞いてくれるんですね。で、それから市民も実はあのー、市民イニシアティブというのも方法論もあって、それはあの100名ぐらい集めなきゃいけないんですけれども、えー、と欧州加盟国のいくつかに属している100人以上が、えー立つとえー、決めると、えー、と法案を出すことができると、まあ、そんな制度もあります。でもう一つがその えと反対性願を出すという方法が、性、ま、が、あまあ、を出すということができるという方法論があることを思い出したので、よし、やってみようと思ってやりました。で、うん ここですね、あの欧州議会っていうのは、まあ、日本と同じで議会の中に、まあ、日本と同じじゃないかな、えっと、普通は、えっと、左から右、まあ、左派から右派に対して、えっと、議事堂に順番に並ぶんですが各国から選ばれるのでもう党の名前なんて5万とありますからそれじゃだめだから、えっと、政党グループ。 会派っていうのを作っていて左から右の方に並びますで前回2019年の選挙ではドイツを中心とするグリーンの若者だってすごく頑張ったのでグリーン政党非常にえっと多くの議席を取りましたでえっと いわゆる新自由主義を旗振りをするような政党とか極右とかもそれぞれ議席あの議席を増やしたという感じでちょっと混乱している状態ではあります。さらにあの議会の中には小委員会というのがあってで、あのその小委員会で。 あのっていうのは大体どんなのがあるっていうのをここにばーっと書いたんですけど、まあ、ここで20とか30とかあるんですねでその中のそのさっき言っていたエコノミックマネタリー・アフェアズという、うん、経済・金融委員会それと環境それからもうこう、えー、福祉とか食、えー、の安全委員会これエンビというふうに訳されるんですがここが反対 否決してくれたというのが、この間の6月14日の出来事で、ディアンさんがおっしゃってたように、7月6日に今度本会議があるわけですが、私がやったのは、ここの中にこの黄色で書いてある請願委員会というのがあるんですね。で、ここに対して、私はこれは困るということを文句を言えるんです。で、私としては一人でやるよりもと思ったので、ちょっとあの急ぐ必要があったので、1月30日まで出したかったので。 の時にドイツに住んでいる友人と、それからオランダに住んでいる友人と、それは日本人で EU に長く住む人間として、こんなことは許せないということで、3人の名前で請願を出しました。でこれまだあのアップされています。 で、まだあのちょっとハードルが高いので、いわゆるチェンジオルグとか、アワーツみたいな署名、簡単にクリック1個でできないので、皆さんからあのそこまではやっていただけてないんですけれど、えっと、賛同するということは、日本に住んでらっしゃる方でも、カナダに住んでらっしゃる方でも、どこでもできますので、あのそれから EU 市民以外でももちろんできますので、あのぜひ請願、私たちが出している請願に賛同していただけたらいいな。 と思いますキーワード多分 EU タクソノミないしはあ、えっと、欧州議会の、えー、請願のサイトに行かなければいけないんですがそれもちょっと後でお伝えしますが、えーっとえー、そこに、えー、登録して で、登録した上で EU タクソノミないしは私のえ番号2022-0088っていうのだったと思いますが、これを、えー、探していただけると賛同というのができますので、ぜひ、うん、よろしくお願いしたいと思います。で、最後にですが、えー、っと、これもちょっと。 EU というのはどのぐらいの規模のことを言っているのかというのが今27カ国になりましたが約4億5千万の人口がいてで主要機関と言われている EU 欧州委員会欧州連合理事会それから欧州議会というのが、えー、ブリュッセルにあるないし少なくとも、えー、と本会議場は、えー、まだスラスブルですがそあの そういうことで EU の首都というふうに呼ばれたりすることがある。ただし、その国として、あもう一つあの、よく欧州評議会って言われているのがあって、これは EU 機関ではないので、ちょっとま,まあトリビア的な知識として知っていったらいいかなと思います。人権専門にやっているところですけれども、これはストラスブールにあります。それからあと、さっき、えっと、ルクセンブルグとオーストリアが、 えっと、訴訟に持ち込むんじゃないかと言っていたのは、これが欧州連合の裁判所で、欧州司法裁判所と呼ばれているルクセンブルグにありますが、ここに持っていこうとしているんではないかというふうに思います。で、それ,それで私の方のプレゼンテーションを終わりにしたいと思います。簡単ですが、もし質問があれば、後でどうぞ。 はクリタさんありがとうございました。署名の,のリンクややり方もですねあの、後ほど皆さんにご案内できればなと思っております。あの後ほど質疑のところでもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はいありがとうございますでは続きまして、えー、自然エネルギー財団の大林美香さんより、エネルギー安全保障で求められるエネルギーシフトの意味ということでお話しいただきます、えー。大林さん、よろしくお願いします。深津さんどうもあの ごご紹介ありがとうございました、えっと、資料とか用意したんですけどで結構こう皆さんがもうすでに話した内容もあったりとかして、まあ、できるだけ早めにあの終わらせていきたいというふうに思います。まあ、タイトルはエネルギー安全保障で求められるエネルギー自立の意味エネルギー転換の意味でしたかねだったんですけどちょっと私からはまあ自然エネルギーの役割ということについてお話しさせていただきたいというふうに思います。 えっとまあ、世界では自然エネルギーが一番安い電源になってますということで、まあ、これはもう一番最初に FOE の,のアニメーションでもあった通りです。で、まあ、自然エネルギー世界の GDP の4分の3弱を占める国々でもう最も安価な。 新しいい電源になっています、まあ、過去40年ですね、まあ、これ化石燃料の初めから見てみると、まあ、60年近くになりますけど、これで比べていきますと、もうこれだけ太陽光はすごい安くなっていると。過去10年間で10分の1になるようなエネルギー源って今までなかったわけですよね。まあ、それがあの太陽光であり、また風力発電も長い20年というスパンで見るとものすごく安くなっているということです。まあ、昨年末世界全体で850 ギガワットっていう、まあ、大量の太陽光発電が入っていて、まあ、特に1年間ですねあの導入された太陽光発電というのが、まあ、約130ギガワットということですごく大きいというふうに思います。でこちら風力発電ですけど、まあ、昨年初めて太陽光が風力を上回って であの促進されてるっていうことで、太陽光が850ギガワット、まあ、風力発電825ギガワットにとどまっているということです。ただ、風力発電は新しい技術である余剰風力というのが入ってますから、これからもどんどん伸びていくことというふうに思います。でこちら見ますと、まあ、化石燃料、このグレーの帯なんですけれども、それよりも下になる発電が出てきているというのが、今の自然エネルギーの状況です。 でこうした状況の中で、まあ、各国が大きな目標を、ね、掲げていて、まあ、これはあのロシアがウクライナ侵攻してその後ヨーロッパ諸国がまた新しい政策を出していった、まあ、ドイツなんかそれが反映されてますけれども。 もう2030年、35年までにほぼ100%自然エネルギーにするとか、そういったような目標値を持っている状況です。まあ、一方で日本は昨年定められた第6次エネルギー基本計画草案のままで、まあ、80 36%から38%というのが2030年の目標値になっていて、まだまだ自然エネルギーの割合が足りない。と でこのエネルギー危機に対してさまざ、あ、まな国がさまざまな政策を取っているわけですけれども先ほどもうすでにご紹介いただいたように EU はリーパワー EU というのを出して化石燃料の調達を多様化する省エネルギーと再エネをやっていくでドイツはエネルギー安全保障の進捗報告というのを出して、まあ、原子力はもう あの今年やめるという予定は変えないということをはっきりでまたイースターパッケージというのを出して省エネルギーと再生可能エネルギーを推進していくということを改めて確認したといったような状況になっています。であのこちら私どもがあの先日開催した あのイベントウェビナーなんですけれどもそこであのうちの理事長のトーマス・コベリエルが非常に面白いあい比較をしていたのでちょっとそれを皆さんにご紹介したいというふうに思います。まあ、化石燃料の価格というのがその燃料の価格だけで考えるとその熱量で表現されるのでそれを電力のコストに表すというのがなかなか難しいんですね。 でまあ、例えば、一番高い化石燃料である、まあ、石油ですけれども、だ、ま、い、あ、あのここでそのクルードオイルで比べて、バレル当たりのドルがどういうふうに電力のコストでコストとしてまあ反映されていくのかというグラフがこちらになります。で、これまではだいたい1バレル100ドルぐらいだったと。 でそのコストを電力で表すと、大体65から70ドルだった、まあ、先ほどお見せした自然エネルギーの価格の低下というのは、これ、メガワットアワーですけれども、大体今、30ドルから高くても80ドルの間ですね、まあこれが洋上風力で、一番安いのが太陽光発電というふうになりますが、まあ、30から80ドルぐらいの間に収まってますので、安いものはすでに石油よりも安かったと。で 次に高い化石燃料がまあガスになりますけれども、まあ、ガスの価格もこうやって熱量とあのコストでメガワッタワーあたりのコストで比べていきますと今までだいたい7ドルぐらいだったでそれをまあ電力に表すと 24, 24ドルぐらい、まあ、2.4セントとか、まあ、3, 3セントとか それが現在どういう状況かというと、実はこれだけもう価格が上がっていて、まあ、とてもこれ電力で燃やしてコストで賄えるような状況にはなっていない。で次が石炭。まあ、石炭もこういうふうに表すことができる。まあ、今まで非常に安かった大体まあ8ドルぐらいだから非常に安い価格で。あのまあ 石炭というのは発電をしてきてたわけですけれども、それが今どういう状況かというと、こんな感じ、まあ、だから石炭も今はもうすでに電源としては選択しない,いあのエネルギーのリソースになっているということが言えると思います。 で原子力ですけれども、これはもう実は私どもがあの少し前、2年前に出したスタディなんですけれども、原子力、先ほどの一番最初のスライドでもありましたが、一番最もコストが高い電源であるということ。しかも日本の場合は再稼働の路線を取ってしまったために、安全対策を強化することによって、建設のコストの倍、安全対策の。 あのコストかかってますので、まあ、建設した後に建設コストが倍になるくらいのまあ投資をもうすでにしているといったような状況になります。で、一方で原子力はまあ他の電源もそうですけれども。あの？ 発電をするのに寿命がありますから、まあ、寿命のことを考えると、まあ、40年の寿命あるいは60年の寿命で考えてもこれから発電する期間が定まるのでそれで見ていくとキロワットアワーあたりの発電が非常に高いような状況になってきているということが言えると思います。まあ、再稼働ののコスト最小とといいうふうに見ても例えば川で12.5 13.1からら、まあ、これぐらいのあのコストも 価格ににななっっててしままいいるという状況になりますでこれは先日 BP が出したあのスライドデータをあのグラフにしたものなんですけれども、まあ、もうすでに原子力の発電量を、まあ、世界全体で自然エネルギーの水力以外の発電量が上回っているという状況。まあ、これが 19年からすでに始まっていて、2021年には実は太陽光と風力だけでそれを上回っていると、そういったような現実が進んでいます。まあ、EU の政策については、先ほどお話がありました、まあ、リーパワー EU ということで、まあ、自然エネルギーと省エネルギーをやっていく。でドイツ、ドイツも先ほどお話がありました、35年に自然エネルギー100%に持っていくんだということです。 で日本ではよくイギリスのエネルギー保守安全保障戦略があ取り上げられて、2050年に原発比率25%にするということが強調されて報道されるんですけれども、実際にここに書かれているのは、風力発電と太陽光発電を利用しようと、そういったような内容です。まあ、圧倒的に太陽光と風力,を風力による低価格のネットゼロ電力システムの実現を目標とするというふうに書かれています。 であのそのこのために現在は13年の開発期間を半減するために半減、そのために現在13年間かかっている洋上風力の開発期間をはは半減して、で今10ギガワット導入されている洋上風力を2030年までに50ギガワット、まあ、あと8年で40ギガワット増やすということを言っているわけですよね。でイギリスは 空力発電のサウジアアラビアにななるとそうういいったようなこをを決意を述べていますで今まで太陽光発電に対して比較的イギリスはまあ冷たい国だったんですけれども、まあ、今14ギガワットの太陽光を2035年までに70ギガワット5倍にしていくんだということを言っています、まあ、70ギガワットというのは大体去年のお、まあ、一昨年の末段階で日本に入ってたの,あの太陽光発電と同じぐらいの量 フランスもあの原子力をどんどん増やすんだということが言われてそれがあの日本では報道されているんですがじゃあ実際にフランスの原子力の状況を見ていくと、まあ、フランスの原子炉の半分が今あの、まあ、故障とかそういったもので停止をしているという状況。でマークロン大統領は ロッキーの新しい原子力発電所を建てるっていうことを、まあ、あの表明をしているわけですけれども実は大統領選挙があった時に、まあ、対立候補だったルペン候補が、まあ、もっと大きな原子力の目標値っていうのを出してたんですね。 でところがそれに対してはマクロン大,大統領はものすごい反論していたんですね。なのであのフランスが原子力を選んでいくというのは、まあ、私は1つはやはり核兵器開発機能の維持が1つあるというふうに思いますし、まあ、そういったことを実際にもうすでに言われていますし、まあ、そのためにある程度の原子力を保持していくんだということが、まあ、ある意味コンセンサスになって。 でそれをやっていこうとしているというふうに思います。まあ、何よりもフランスの場合は日本もそうですけれどもエネルギー転換なかなか難しい状況の中で今も70%以上原子力に頼っています。で、あのただマクロン大統領が掲げている政策を 達成するとするるととい、まあ、ぐらい原子力が減っていくという形になりますので、まあ、そういう意味ではやはり原子力の依存度というのも減らしながら自然エネルギーを増やしていくというのはフランスも同じ政策かと思います。まあ、あの最初の方にさらっとだけお見せしたんですけれども実はフランスでも自然エネルギーが一番安い電源になっている。フランスの場合はあの太陽光発電なんですけれどもあのそういった事情もあるかというふうに思います。で日本です、まあ、日本も太陽光発電中心に自然エネルギーがたくさん入っている っていて2021年74ギガワットの太陽光発電が入っていますただ一方で風力発電、まあ、太陽光を保管するような力がある、まあ、例えば夕方になると風力はあの吹き始めあの風が吹いてあの運転し始めますので、まあ、それに関して言うと21年の末でも4.5ギガワットっていう形で、まあ、なかなか進んでいっていないのが現状だというふうなことが指摘できるというふうに思います。 まあ日本が直面しているエネルギー危機器エネルギー価格は高騰してるんですけれども、まあ、ロシアからも輸入をしてますがその部分は実は少しで、まあ、化石燃料の 価格の高騰に従ってエネルギー価格全体が上がっていってるというのが日本の今の危機だというふうに思います。で、それを他の先進国と比べてみると化石燃料の時給割合って非常に少ないわけですよね。だからやっぱりこれは日本は克服をしていかなくてはならない。しかしながら一方でエネルギー転換全体がどうかというと、まあ、日本はあの先進国で比べていきますと、まあ、ここら辺に当たる、まあ、あの非常にその重要な 位ぐらいで、まあ、その中でも水力が多いということですのでやはりあの太陽光とか風力、まあ、一番安い自然エネルギーであってこれからの脱炭素電源の主,主力となる電源についてはまだあの大規模には入っていっていないというのが日本の現状かというふうに思います。 一、まあ、つはやはりエネルギーの危機そして脱炭素をどうやっていくのかっていうそういった2つの課題を考えたときには日本のエネルギー転換が遅れているというのは大きな問題だというふうに思います。で、まあ、ゼロエミ火力で最大40から50%中心は CCS 火力をやっていくんだというのが日本のエネルギー政策になっていますが、まあ、火力発電をこれ,これからも使っていくでさらには火力そういった化石燃料から 作られたアンモニアの電源を使っていくというのが中心になっていますので、まあ、あのヨーロッパで議論をされている例えば水素の,あの産業への転換への適用についても日本の場合はまだ化石燃料からの水素の議論というのが中心になっているということが指摘できるかというふうに思います、まあ、自然エネルギー電力を拡大していく加速していくということがまず第一でさらには化石燃料由来のゼロミカ火力の依存をまあ なくしていくんだっていうこと、そしてエネルギーの効率化、省エネルギーを促進していく仕組みを導入していくということが非常に重要だというふうに思います。まあ、今あの現在ですね。まあ、これちょっと一旦見送りってなってるんですが、まあ、これはもうすでにあの6月の国会でなんとか建築物省エネ法は通りました。で、ただそれに現在想定されている基準というのが1999年に 定められた省エネルギーの基準を義務付けするというそういったものになってますので、まあ、それをあの他の国と同じように非常に高い省エネ基準を定めていくでそれをまあ義務化していくということが必要かというふうに思います。 でこれまでのエネルギーミックスは、まあ、化石燃料をエネルギー供給の根幹において、その観点から自然、例えば日本で言えば資源小国というふうに定義をしてきたわけですけれども、これからのエネルギーミックスは、脱炭素社会を実現して、化石燃料に依存しない安定供給を確保して、自然災害やテロなどによるリスクも低減して、でさらには安いエネルギーを供給していくと。 いいいうううこととが必要だというふうに思います、まあ、あのアイリーナが3年前に出したスタディなんですが、まあ、新しいエネルギー自,自然エネルギー時代の安全保障、まあ、新たな世界エネルギー変容のの学といいうのを出しています再生可能エネルギーへの移行から生まれる世界というのは化石燃料を基盤に作られた社会から大きく様変わりしていくと。 世界の勢力の構造と体制は多くの面で変化をして国内の力関係も変容していく権力は分散し拡散していく、まあ、つまりはやはり原子力とか化石燃料に象徴されるまあオールドパワーですねそういったものが分散型の再生可能エネルギー自然エネルギーのようにまあ拡散していってで多くの人がその利益を享受できるような社会が生まれていくと。 いうふうに思います。まあ、これがあのエネルギー危機に際して、まあ、非常に根本な考え方になるし。2050年に向けて、こういった社会を作っていくことが非常に重要ではないかというふうに思っています。私からは以上です。はい、小林さん、ありがとうございました。えー、日本のエネルギー政策に対する、えー、提言も含めて、あの。非常に説得力あるお話ししていただいたと思います。 ではここから質疑応答を15分程度行えればと思います。少し時間が限られてますので、すべての質問にはお答えできないことをご了承ください。まずですね、ヤンさんに対する質問です。 ドイツにおける最近の世論の変化、どのように、どの程度変化しているのでしょうか。また、原子力をタクソノミいれ入れることに賛成している人というのは、どのような理由から支持しているのでしょうか。ということと、そうですね、まずそれいかがでしょうか。はい、当然です。 多くの方が、えー、原子力をくさんのミに含むことを反対しています。3, 3つの原子炉の延命措置を賛同している人は一部いますがたくさんにくのエにのに 原発を入れるのは持続可能ではないという考えが多いです。これは、えー、あ世論には大きな変化はありませんでした。の理由は、この技術というのが気候変動の、えー、緩和、適応に役立つという考えが強く。 原子力産業が非常に安全で非常に安価で非常に良い原子炉を作れるという期待がありますのでそれを賛同している人はそういった理由がありますしかしドイツではそういった人はあまり多くありませんお答えになってましたかはいありがとうございます あの賛成している人は、えー、一部いるけれども、まあ、全然それはドイツでは多くないということでした。はいえー、関連して、えー、あ関連してというかまたドイツの国内の、えー、ことなんですけれども、えー、ガスに関しては、えーまあ、電力というよりかは、まあ、ヒーティング、えーまあ、熱利用の問題であって 原発については電力であると。で、それというのは、えーまあ、熱あの、発電部門だけではない、えー、熱の部分でもですね、脱炭素化が必要であると考えていることだと思うんですけれども、まあ、ドイツでこの点について、どのような議論が行われているのかという質問が来ています。いかかがでしょうか 私のスライドかなり急いでやってしまったのでこの部分もう少し詳しく話させていただきます次の冬が6ヶ月後に来るのでこの部分に関する解決策が必要となっています長期的な課題ではあります、まあ、政府が考えていることというのを を説明しますが、政府は、電力発電のために必要なガス13、13%ほどが石炭火力発電を予備として使っていますが、このガスのガスを使って。 節電をしようと考えていますが FOE としては省、えー、エネがもっと必要だというふうに考えていますが政府はそれをあまりをしていませんそして長期的には、えー、家の近代化というのが必要になります古い家がたくさんありまして とても古いヒーティングのシステムが入っています。そして化石燃料を使ったものがたくさんありますが、あとはセントラルヒーティングなどもあります。水素を使うものもありますが、一番のポイントというのはできるだけエネルギーを節約してドイツでは エネルギーの消費量を減らす可能性はたくさんあります。特に建物を最新化にすることによってですので。簡単にお答えするとそれぐらいになります。はい、ありがとうございます。えー、これまでのところで、大林さんや栗田さん何かありますか大、えー、林さん、質問もあるようですが。 よろしいですかカ、はい、ンさんに質問したいんですけれども、あのまあ、グリーンピースがあのレポートを出していてで、その中で今回のタクソノミーに関して、まあ、かなりロシアからのロビーがあったとっいうふうに聞いています、まあ、原子力とガスについてですね。でまあ、ガスをタクソノミーに入れるというのはドイツが乗っかってで、まあ、原子力についてはフランスとかそういった国が乗っかった。 っていいいうに聞いているんですけど、まあ、ロシアのロビーでこういったことが定まったっていうのが、まあ、かなりもし EU の中で共有されてるとすればやはりなかなか。 今回タクソノミーで原子力やガスを改めて認めるということは難しいんじゃないかなと思うんです。で、あのヤンさんち、ちらっと触れられてましたけど、まあ、あのロ,シあのロシアからの,その核燃料っていうのがあのヨーロッパでもすごく供給されてるわけで、そういう意味では化石燃料だけじゃなくて、ウランの供給者としてのロシアの側面っていうのは、どういうふうに議論されているんでしょうか。 ガス、um, I I mean, situation is debated. ガスに関しましては、さまざまな議論がメディアなどでもされています。原子力に関しては、そこまで議論がされていませんヨーロッパでは18の原子炉が主に東ヨーロッパでありまして、あそのその原子炉というのは100% フランスとロシアのフランスロシアロ3つのフライトがロシアからチェコ、スロベニア、そして、もう一つ、ハンガリーだったと思いますが、その原子炉に燃料を送るためのものでした。これはあまり知られていることではありません。 原子力産業への依存が一つの要因となっておりまして、グリンピースの報告ではロシアのガス産業というのは最低でも40億ユーロ年間、新しいガスの契約で設けるのではないかというふうにありますので、ロビー の力はとてもあるかなというふうに思っていましてドイツではガスの部分ではとてもありますが、原子力に関してはそこまでありませんでした。私の方からは、の多分皆さん見てらっしゃる方にへの実感として、さっきあのおっしゃってた、おばあの林さんとかヤンさんは大きなあの数字でおっしゃるんですけど、実感レベルでお話をすると、えっと、 ロシアの侵攻以降で、えー、どのぐらいの変化があったかということだけちょっとお伝えしますね、えっと。私の実感レベルとして、実際のこととして、えっと、私の家は、えー、暖房はガスですで、えー。それ以外に電気をいろいろな意味で使っていますで、えー。ガスがドイツのひきんな、もうこれはまずいっていうその暖房、冬を迎えて暖房どうしようっていうふうに考えるガスの。 もう切迫度というのは非常に同じぐらいの感じにだと思っててください。それで、えー、とガス代が6月末で私は、ね、長期契約が切れて7月1日から新価格来たんですがガス代5倍です。5倍です。50%増じゃなくて。それから、えー、電気代の、えー、と長期契約も切れたのでちょうどリニューアルだったんですけどそれが3倍です。であの これが本当に起こっていて、そのことをフランスに住む日本人の友達に言うと、そんなの嘘で間違ってるはずだと、それはなぜかというと、そんなことがあったらフランスでは暴動が起こるから。ということは、キャッピングされてるっていう話が、先ほどヤンさんにあったんですけど、フランスんもキャッピングしてるから、絶対にそれ以上増やしていけないっていうふうに操作されてるから、フランスにいる人々の切迫度、は全然違うんですよ。 だからその辺のことを知っていてほしいなと思って今、例を出しました。それで私の家はどうしたかというと、もう生きていかれないから冬は寒いんです、本当に暖房、暖房っていうか、まあのえー、と今の建て、こ工法で家を建てようとすると、もう本当に今はあの家の基準で厳しくて、ものすごい断熱効果のある、要するに家というのは、えー、と魔法瓶のように建てなきゃいけないんですね。 密閉されていて、どこからも空気が漏れない、そういう工法になってますけど、新築住宅は。私の家は90年代に建てたので、そこまですごくなくても、壁の厚みは40センチあって、断熱材が30センチあるんですよ、あ25センチかな。だとしても、それでも暖房費、ものすごくかかるということで、どうするかっていうんで、もう即,即太陽光パネル24枚つけました。それををを枚の太陽光パネルをつけるという,ふうにすぐアクションを取っ で予約をして、えっと、それがプーチンの侵攻直後に予約して屋根につけられたのが、えっと、当初は8月の中旬と言われてたのがキャンセルが出たからということでつい先週,先,先週つけてもらってで先週から発電してグリッドにつなげてで、えー、体験の感覚としては、えっと、1週間 の発熱ただし雨もすごい土砂降りの日もあったにもかかわらず1週間で通常の1ヶ月分の発電をしました。そういうのが今のヨーロッパの実感だと思います。周りの家は私そこ一軒家ですけれど、周りの家はほぼ80%は太陽光パネルついてます。で、ベルギーは海岸線が60キロぐらいしかないんですけど。 そのオフショアの50キロ先ぐらいからは、ものすごい勢いで洋上、えー、発電所があって、その洋上発電所は、えー、と多分4世界で4番目に発,発電量が多い。だからもう本当にできることはすべてして、なんとか自衛するためにっていうので、個人レベルでも、それから全体レベルでも、国レベルでもしてると思います。あの えとコンセントも使ってないものは全部抜く。これだけでもでん電池を送電できるというそ、本当にもうなんかマインドセットがプーチン様のおかげでかなり変わりました。ということを皆さんにお伝えしたいと思いました。ヤンさんには個別にちょっと質問あるので、また <laughs> 別にお願いしたいと思います。ありがとうございます。 ちょっと時間があと2分と迫ってきてしまいましてですねあのたくさん本当に質問いただいているんですけれどもあと1つくらいお答えいただければなと思います。今もあのガスの話出てましたけれどもヤン、えー、さんもプレゼンで指摘されたようにですね LNG ターミナルの建設ですとかパイプラインの建設、大、え、湾、ー、拡張、遠方政府は積極的に推進していると。 でまあ、この昨今の状況下、あの家庭のエネルギー危機を救うためには LNG しかないみたいな、まあ、世論、えー、誘導がされていると感じますと、まあ、こういった動きに対してどのような、えー、反論が可能でしょうか、えー、またあの市民社会が政策、喚起と政策転換を促すためにはどのような戦略が求められるのでしょうかという質問が来ているんですけれども、ヤンさん、いかがでしょうか。 私たちは長い間これに反対しています。長い間 LNG ターミナルを建設する予定がありました。え十四個の発電所の計画がありますが、とても悪い解決策からさら別の悪い解決策に変換しているというような状況だと思います。エネルギー。 暖房のエネルギー危機器あアメリカのフラッキングも一つの提案としてありますがとても環境リスクが高いものになっていますそしてカタールでは人権侵害が行われているという問題もあります二酸化炭素排出量は LNG に関してとっても高くそれは輸送の部分であったり液化するためのプロセスで非常にパイプラインも必要になりとても負荷が高いものですそのためあまり良い解決策ではなりませんが政治家にとっては理由これを推奨し,しがちということがありでも実際に環境のリスクや気候 変動対策にはなっていません。まずエネルギー節約が本当に一番重要、とても当たり前のことではありますが、ここ数年であまりできていないことでもあります。ガスは水素太陽のものが必要だと思います。新しいターミナルなどはたくさんいらないというふうに考えています。 そして司法法律がいろいろと変わりましてターミナルを早く建設できるために法律が変わってしまいまして環境面があまり確認されずに行われていますそして、えー、再生可能エネルギーを建設するためには逆にとても時間がかかっているので自然を保護し、えー 環境を守るためにいろいろとチェックが必要ではありますが同時に再生可能エネルギーの建設をより早くする必要があるというふうに考えているのでそれがまず最初の一歩かなというふうに思いますエネルギーの反対をしていますはいありがとうございました、えー、まだまだ答えたい質問あの答えたい時間のたくさんいただいてる質問たくさんあるんですけれどもちょっと ちょっと時間が迫ってきてしまいましたので、あのできる限りありフォローアップもしたいと思いますので、えー、ここでご容赦いただければと思います。で最後に、大林さんやあの栗田さん、あのもしあの最後にコメント等あればですね、30秒から1分程度でお話しいただければと思います。あなければいいんですけれども。<laughs> はい。1点だけ ちょっと質問の中で、まあ、太陽光に対してその、まあ、人権の問題とかあの、まあ、大量廃棄の問題、リサイクルの問題っていろいろ出てきてると思うんですけどあの結構、ネガキャンが <laughs> 日本でも SNS で進んでいるんですが、まあ、そういったご質問に答えられるようなあのサイトって今、結構たくさんあるんですね。 あのプレジデントオンラインで前正行先生が連載しているやつとか、一つずつ皆さんの質問に答えてくれているのがあるし、私ども自然エネルギー財団もそういったあの本、本というか、リフレット出してますし、ぜひそういうのをご覧になっていただいて、まあ、ご自分のお考えをまとめていただければというふうに思いますはいいありがとうございましたイタさん、大丈夫ですかね。 はい、えー、今日はですね、お忙しい中、えー、ご参加いただきまして、ありがとうございました。また、えー、貴重なお話いただきました、あのヤンさん、栗、え、田、ー、さん、えー、大林さん、そしてあの、えー、通訳をしてくださったお二人の方にも感謝申し上げます。えー、本当にありがとうございました、はい、では、最後に少しだけ事務的なアナウンスさせていただければと思います。 はい、このあと、ね、感想をお書きいただけるようにですねアンケートを作成しておりますので、ぜひ本日の感想をお聞かせいただければと思います。また、私たちの活動、ですね皆様の支援によって支えられておりますので、ぜひサポーターへの登録ですとか、ご寄付ご検討いただけますと幸いです。 また、原子力に関してですね、さまざま書籍等を作成しております、福島の今とエネルギーの未来2022年版を3月、4月に発行しておりまして、また DVD もございますので、よろしければぜひご覧いただければと思います。 はい、少し伸びてしまいましたが、本日は本当にご参加ありがとうございました。また、ご参加、別の機会ですね、皆様とお目にかかることを期待しております。ありがとうございました。